今回はこちらです。口紅かなと思ってしまうようなフォルム、手のひらサイズでコンパクト、鮮やかな赤いマーブル模様、本当にお化粧道具なんじゃないかと思ってしまうような見た目ですけど、こちら万年筆になります。ポケットに入れやすいサイズで、このマーブル模様というのにも興味を惹かれて購入しました。で、箱がこんな感じのに入ってます。ハイタイドという会社のアタシェというブランドですね。以前ペンコというブランドのペンを紹介しましたが、同じ会社です。このペンはマーブル万年筆、説明書っぽいカードが入っていて日本語と英語で書かれています。素材はアクリルで、ニブはファイン24金ゴールドプレートステンレススチールですね。カートリッジ式でヨーロッパ共通規格ショート対応です。ニブの24金ゴールドプレートステンレススチールっていうのが、ステンレススチールのニブに24金の金メッキがされているということらしいです。なので高価な金のニブのような柔らかい書き味ではありません。では外観を見ていきましょう。キャップはねじ込み式で、後ろにつけることでこのポケットサイズの短さを補ってくれます。正直面倒ではありますが、1回から1回転半回せば付け外しができます。この小ささに重きを置いたペンなので、これくらいの手間はしょうがないのかなと思ってます。軸はアクリル製で、軸の内側に別の素材が使われているということはなく、ほんのわずかに透け感というのを感じたり感じなかったり、あと最初の1週間くらいはアクリルの独特な匂いが結構します。それでは大人の雰囲気を醸し出す子供のような小ささの万年筆の身長を測ります。長さはキャップをした状態で 10.2 から 10.3 センチです。キャップを後ろにつけた状態だと 13.8 センチくらいですね。キャップがない状態で 9.1 センチくらいです。クリップ部分はメッキ加工されています。クリップは程よい強さで固定もしっかりされてる感じですね。キャップの上にはアタシェハイタイドと彫られています。重さを測ります。重さは 15g です。軽すぎておもちゃでも扱っているのかと思ってしまいそうな重さです。軸の太さは 13mm でした。では実際に書いていきます。まずやっぱり軽くて書きやすいですね。ただ書き味としては物足りない気がしました。アクリル製の軸っていうのが意外と手に馴染んでくれました。ペン先はファインで、それ以外の選択肢がありません。感覚としては 0.7 ミリのボールペンと同じか少し細いくらいの線でした。インクフローは良好だと思います。かすれずスムーズに書くことができました。最初のうちは書いている時もアクリルの匂いは少し感じます。この万年筆のカラーリングはホワイト、ネイビー、グリーン、レッドの4色が販売されています。ネイビーとかグリーンとかだと男性でも抵抗なく使えそうな色合いだと思います。ちなみにレッドは2021年の限定カラーです。限定って言葉を使われちゃうとなんか買いたくなりますよね。はい、というわけで結構簡単にですけど、アタシェのマーブル万年筆の紹介でした。コンパクトさやボディの美しさなどを求める方には文句なしだと思います。軽くて書きやすいですけど、個人的には書き味がもう少しでした。初めての万年筆でもしこれを買っていたら、万年筆としての書き味とかは十分に楽しめたんだろうなと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。